スナック J 開店です。あれ、あ、いらっしゃいませ。噂には聞いてました。ここなんですよ。スナック J があると。行ったの軍事場の方に。行きました。香港つって。はい。セスナ乗せてください。はい。あの、セスナ持ってるらしいですね。これがいつ配信か知らないけど、今月の末に NGK で、初めて。嬉しいっすね。漫才です。漫才ですか。マジですか。ステージが漫才どや。え、出家されましたよね。なんか悟ったんですかね。わかる。マジで迷惑。漫才とちゃんと突っ込むとかをまあありますけど、漫才コントで突っ込まないやつもありますけど、え、突っ込むんですかちゃんと、セリさん。まあでもそこを俺がなんか言うわけにもいかんから、そこはもうお任せやな。だからあいつはどうなるかどうすんのか。うわ、めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。新ネタでいくってことですか。新ネタというか、まあそやな、なんかこうある自分の中にあったものでっていう。うわー、いいよいいよ。でもこれが配信される頃にはもうもちろんやってるから、あのもし滑ってたらここの下りはもう丸だ。なんでなんですか、それそれちゃんと流しました。それはダメですよ。いやー、これでもジュニアさん、スタッフさん泣かせですよ。その NGK だけじゃやっぱちゃんとこの出番順ってのがしっかりしてるというか、やっぱトリとかってあるじゃないですか、 NGK のめっちゃ順番計算してはるんすよ、その要は支配人とか。千原兄弟さん何番目？俺らはちゃうで夜の公演で千原トークっていうのがあるね。あ、はい。で、その千原トークのお役さんも告知も楽しいんだけど、の頭で、ああ、左やって、あ、そういうことですか。そう。あ、じゃあ、本出番は無理。いや、本出番出てくださいよ。その、無理さん。それは千原兄弟さんのお客さんじゃないですか。そこはもう絶対大丈夫です。いやいや、そんなことない。そんな別に千原兄弟のお客さんってことはないやん。千原兄弟が大阪で千原トークやるらしいな、じゃあちょっと見に行こうかぐらいのお笑い好きで、別に千原兄弟のファンでって言うとったじゃないもん。あ、そうじゃないんすね。あの、じゃあどうなるのか。これはワクワクだよ。と見たいっすね。配信あります？やめたいっすか？それ終わった後から配信する。千原トークだけ配信する。うわ、見たいですね。ぜひ通常出番もお願いしたいです、本当に。いやー、もうちょっとどうなることやら。ジュニアさんの世代の方って、うん、メッセンジャーさんとかですよね、中脇さんとか、矢野とかさん、やっぱそこの人にいてほしいので。で、またそういうあれとちゃうしな。ね、矢野陽道みたいな、もう陽ちゃんのっていうのをやるのは違うし、はい、せやから言うて、いやなんか、うん、これから子育てがどうのこうのだから、うん、ちょっと家庭教師の先生来た時のちょっと練習しときたいねって恥ずかしくて呼んでなってなったら、もうむき出しでやるしかない。本でももしいただけるってなったら、千原兄弟さんぐらいと何分ぐらいの。いや、10分ですけど、10分ですけど、どこに入れんねんっていう話です。あ、芸歴はあれですけど、神谷のな、はい、それとかといってトップでも絶対ないですし、どこに入れんねんっていうのは悩ましいとこですよね。で、受けるのかどうか、あの通常出番の時に、そう、あの NGK で、例えばあの客層の感じで、で、もしあんまりやった場合あるじゃないですか、後輩から絶対に何にも言われないですよ。もう陰で言われてるだけです。え、どういうことなんて。そらそうやな、先輩が滑ると本人には絶対言わないですけど、居酒屋とかで全然受けてなかった。いやっすね、そういうもんやもんな。そういうもん、俺らも言うてたし、そういうもんなんで、本人の耳には入んないですよ。受けたんちゃうかと思うだけど。あ、裏切り、誰かもし普段呼んで、あの飲んでる方とかいたら。でもあんまり決まった後輩とかしかなくて、一緒にいる誰かっていうイメージあんまないんだよ。ないでしょ。で、先輩もまあ久保田さんとか、ドルさんも久保田さんとか多いですけど、
そうですね、誘われたら行くっていう感じなんで、あ、まあでも最近珍しく後輩から兄さん何してますあんまりないじゃないですか。変なその中村風が兄さん今何されてるの、ああいつそんなタイプやもんな、一人で飲んでるんですけど、まあなんか今の芸人じゃめっちゃ珍しいじゃないですか。そうやな、なんかそんなこと言ってくれる後輩もあんまいないんで読んでみてもいいですけど、忙しいっすもんね今。何してんの、最近誘うわって言ってた、うん、後輩誘ってましたけど、七曲がり森下なんて。おう、ええよ、森下。森下？あ、ごめん、今何してる？今ちょっとネタ作りをやってまして。あ、マジか。え、なんか単独かなんか近いやつ？あ、そうですね、ちょっと新ネタライブが近くて。なるほど。あ、10時くらいまでやる感じなんですね。10時？10時、はい、あの、ごめん、もう申し訳ない、また頼みます。またぜひお願いします。はい、お願いします。はい、すみません。はい、失礼します。失礼します。すみません。忙しいなぁ、みんな。いや、忙しいっすね。同期とかでもいいですか。誰同期。ジャルジャルのことなんで。おぉ、同期や、はい、せやせやせや。あんまこういうので名前出てこないでしょ。せやな。で、僕もあんま最近飲めて、まあ飯とか行けてなかったので、うん、子供と風呂入ってるその時間帯っすね、やっぱ難しいっすね。ちょっとすいません。あと、そうですね、ちょっと呼べる人いないかもしれないスナックで始まっての初の、初の、それはそれでな、ガチサシ、ああ、サシのみ大事もじゃないですか。雷の学ぶと昔よく言ってた。おうおう、あ、お疲れです。おはようございます。学ぶ、ごめん、はい、急に電話。今何してる？今、札幌で、あの飛行機の最終便に向かってます。なるほど、じゃあ、そっか、はい、東京はおれへん、今日。今いないです、はい、なるほど、学ぶ、ごめん、ありがとう。またお願いします。またお願いします。すみません、すみません。はい、失礼します。すみません。失礼します。みんな礼儀正しいな。ああ、芸人って、っていうか礼儀正しいよな。そうですね。だってこれ何も言ってないですもん。なあ、気になるな。なんか J も言ってないですもん。なあ。僕、家近い人結構呼んでたんですよ前。だその結構引っ越してもうたりしてるんで、あのミキの構成とかも家近かったんですけど、おうおう、引っ越したんでもうそういうのって誘わなく、やっぱちょっと構成電話してみてよ。まあ忙しいやろな。忙しいっすね、ちょっとほんま、すいませんいやいや、その軍団とかあればよかったっすけど、うん、その絶対につながる、そんなもんやで、よりガチってのが伝わりますなあこれ、うん、よりガチって、これも折り返しがあるから、はい、じゃあご近所さん付き合いちょっと進めていきます。末広がりの三島、あ、ええや、三島、はい、うん、三島飲んだことないわ。ちょっと勘弁してくださいよかっこ悪なっていったんですけど、そのこんだけ連絡つながれへん、先細りずやな、お前は近所から攻めていきます、うん、稲ちゃん、あいつ、うん、すいません。じゃ早いって。ほんますか。うん。もうちょい。
え、こんなん早いとかあります？その ニューヨーク島さん、おお、お近いです。まあ忙しいわな。お疲れ様です。島さん、ごめん。はい、お疲れ様です。何の島さん、今。今、うん、あの、ヒコロヒーの誕生日会。あ、そうなんだ。そうか、そうか、そうか。いやいや、あの、スナック J で飲んでて。え、スナックなんすか ?J。え、J? うん。わかる？スナック J。そう、ジュニアさん。え、そう、いやでも全然そんなそんな、あの誕生日会、そんなこんな感じで本当に急にかけてくるんですか？ねえねえ、ごめん柴田さん、ほんまに、うん、家の近所、うん、誰も出てくれへんくてさ、ごめん、ほんま家の近所近所で思い浮かぶ芸人ごめん、ほんまにごめん、ほんまに柴田さん、ありがとう、うん、うん、すいません、しばさん、あ、お疲れ様です。いいぞ、ごめんな。え、とんでもないです。誕生日会誰がいんの今？四千頭身しばし君とせいやと、お、今4人で。なるほどなるほど、はい、ちょっと誕生日会。ええー、な、はい、ごめんな、ちょっとびっくりしました。いや、とんでもない、ちょっとまだまだ、ごめん。そしたら、あ、ちょっとヒコロヒーに変わってもいいですか？あ、もちろん、はい、うん、おはようございます。あ、おはよう、おめでとう。申し訳ない。いいえ、いくつだった？35歳に。あ、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。すみません、島さんさんを追いやった方がよければ全然。全然大丈夫です。あ、大丈夫です。全然楽しくやってください。また、またまた。はい、すみません。はい。一旦また島さんさんに。はい、ごめんね。失礼します。はい。せっかくだからみんなで行く？スナック J。 いやいやいや、ほんま気ぃ使う。島さん、大丈夫大丈夫大丈夫、ほんま大丈夫。また連絡します。ほんま急でごめん、はい、うん、また連絡するわ。またお願いします。はい、はい、失礼します。すいません、失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。なんかいろんなあれっすね。うちも家近かったぞ。田口。あ、田口インディアン。おう、こんな電話しまくってていいんすかね。いや、いいんじゃん。ちょっとすいません、ちょっと恥ずか、なんか恥ずかしいですね。これ YouTube で流してほしいなんですよ。いや、面白い。いやいやいや、そんな面白いって。こんな繋がらんってあります？いや、面白いし、よりガチだし。うん、だってこれ、第4弾とかですよ。そう。そう。全員誰か呼んでるじゃないですか。まあ、パンパンにはなってたから。ですよ。うん、一人も、全然、まあ、こっからですけど。まあな。うん。いや、タブちゃん。お、あ、来た。タブちゃん。すいません、お疲れ様です。ごめんごめん、今何してた？ごめん、仕事？今、東京帰ってきたんですよ。うん、おうおうおう、大悟さん、あれなんだっけ。あ、なるほど。で、今からあれか、飲みか、ごめんごめん。この音の曲、まだありますか？いやいや、ま、飲めへんかなと思って。あ、ごめんごめん、また連絡するわ。誰かおるかみたいな感じで言ってくれてはったんですけど。いや、今、スナック J で、ごめん、スナック J やね。そうやね、そうやね、ダブちゃん、ごめんね。トゥート先生、すいません、申し訳ないです。うん、また頼ます。ごめんなさい。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。はい。スナック J がもう普通に会話になる。スナック J ですか？あ、そういうことですか。いやどうしましょうかね。新山。おお、さやか。はい、お、初めて連絡しますけど、なんか誘うで全然結局誘えてない人は。あれ、あ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、新山、ごめん、あの、おなぎです。おはようございます。あの、何してる今？今から
あ、ライブか。何まで？なるほどね。そうかそうか。いや、止めへんかなと思ってちょっと電話してんけど、全然大丈夫。ありがとう。うん、また。ありがとう。ごめんごめん。はいはい、失礼します。はい。いや、これがリアルでいいやん。はい。な、もうこれで、あとはもう返信待ちで。ちょっと、9時で終了します。もう知らないせっかく呼んでいただいたのになんか誰も呼べてないめちゃくちゃ面白いけどなあれ来た、ちょっとチェーンメールもあるすいませんチェーンメール後藤です、おごめんどうしたと、もう一回電話してみます、おあ、ごさんごめん、今何してる、寝たぜ、家か、あ、よっしゃ、ラッキー、スナック J、スナック J にいてんねん、スナック J、スナック J、うん、ちょっと来てくれへんか、そう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 、無理か、息子のな、うん、ちょっと勉強を見て、そら、絶対見なあかんよ、もう、ええやん、絶対見なあかんよな、後藤な。そうやろ、明日でもええやろ、それやろ、すぐ終わるやん、すぐ終わるね、すぐ終わらんのよ、終わらんな、もう頼むわ、ほんま誰も来てくれ誰も来てくれへんねん、いいやねん、テスト直しよ、ほんまに申し訳ない、今日せなあかんねん、今日家おるからな、今日タイミングしかないのよ、ちょっとだけやねん、ほんまちょっとだけ、後藤ありがとうな、近いで、近いで次近いで、ここスナックで近いね、後藤、後藤またな、誰も来てくれてないね、誰も来てくれてないね、頼むわほんま、こうめっちゃ恥ずかしいね、ちょっと頼むわ今一人で座ってんの、ね、俺もう息子待ってんだ、ね、よ、息子、後藤ごめんな、な、いやいや、全然いい、全然また頼むわ、ごめんね、急でごめんね、当たす絶対来れますやん、いやこれはもうマジじゃん、ね、勉強これ大変、偉いな、後藤、いや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 、そんな別にこの何時1時間ぐらいじゃないですか、来てももう言うて、ね、今よ、うん、1時間もじゃあ子供待たして言うわけにいかんもんまあそうですね、明日は学校もありますし、そうもう寝てまうから、時間今しかない、うん、後藤から LINE で何時までテスト直し終わったらいけるで優しいな、いつ、いやいや、ほんまにほんまにテスト直しだって、うん、テスト直し終わったら連絡もだな、あ、10時半ぐらいに家出れますって、またまだしやん1時間ぐらいだどんだけテスト直し無理ですって、こんな10時半ぐらいに家出れるな、息子だいぶ間違えたさすがに、まだまだ今度、さすがに優しいな、でも優しい動機ですね、優しいですけど、優しいんですか、これは優しいやん、こんな疲れるで、いや、どうせ無理やからこの時間って言ってんじゃないですか、その違うわちょっと、それだけいいですか、その電話で、なんでそんなかかるんですか、教えてるから、いかんで最悪けえへんから、なんかこっちの音声で稼ごうとするええねん、いやめっちゃ気になる、いやあかんあかん、それはもう、ほんまに今やってるから、ナダル読んでいいですか、ナダルはもうダメですか、来られました、来られました、来たらダメなんですか、いや別にええけど、ええよ別に全然、ナダルなんか来てくれそうな、ナダルなんか来てくれたら、スナック J、うん、たまに合間とか飯とか二人っきりで行くとかなんかあるので、頼むもうこれラストだ、これラストだ、ラスト頼む、あ、ナダル、私今何してるんだ、ナダル、家仕事、あ、ちょうどええやんか、スナック J、スナック J におんねん、うん、なんか嫌そうやな、いやいや、そんなことないですけど、ちょっと
ちょっとすいません、ちょっとなや娘の受験やってちょっと早くてなんやなんなんなん忙しいよなすいません、はい、あ、おはようなんなんなん忙しいよなうそつけうそつけゆっくりしとったら言えてでも全然ごめんナダル、はい、うんごめんごめん、はい、うん急で申し訳ない小学校しかでごめんなさいおおすごいいや頑張ってナダル頑張らんと明日ごめんありがとうねナダルごめん急で全然全然うそつけありがとうナダルごめんねほんま急で申し訳ない。あたす、あたす、失礼します。あたす、あたす、お願いします。失礼します。あかん。これはこれでええやん。すみません。いや、素晴らしいと思います。うん、見事っすね。いや、素晴らしいです。ちょっとずるいって使ってるんですけどね。で、まあ何してるかっていう。お逃げさんようにしたいんですけど。家おるって言ったら、言ったらここついけるじゃないですか。何かと理由つけてきますね。アラームかけましたんで。え、もうなったら終わりですか21時ちょっと待ってください。嘘でしょ、ほんまに。21時になったらもう終了でいいですね。はい。はい。マジっすか。えいつもそのゲストバーって来た時はもうちょっと長くいてますいやもうそれはもう3時間4時間まだまだまだ8分来たほら三島あらおざす三島あおざす三島ですうなぎですごめんなさいあとでますお仕事って終わってるやんなもうやった帰ってる家家です、はいスナック J 公園本当に今まで好きなんですよ俺え寝かしつけてで話も用意されててそっかこの辺だけ出てますかいやいや、いやちょっと離れてないけどごめん全然それで大丈夫それは全然それ優先してごめんごめんいやいやまた行こううんまた電話するわごめんはいはいありがとうございますはい失礼します失礼しますおもろいいや好きなんだよ燃えすって朝まで確認しといて仕事終わってる家100% 大丈夫だよ寝かしつけがあんねんほんますかちょっとびっくりしたもんで、ね、もうベロベロに酔ってきましたこのなんか誰も来へんっていうのもあって今もうベロベロです今何の話してかももう全く覚えてないなんか人を増やしてくださいその、はい、嘘でも、うん、サムネでなんか賑わってるいやいやそれはそれはあー終了だーあーすか閉店わー誰も来てないはい終了です最悪やマジでうなぎの稚魚ってどっから現れるか分からへんマジで謎らしいです始まって以来の始まって以来のカピカピご飯ですすいませんなんか皆さんほんま楽しみにした方もおるんですよ、うん、誰が誰呼ぶんやろ誰来るんやろあの人とあの人同期やからあの人来るんちゃうか意外とあの人とあの人仲ええらしいからあの人来たまんをでもこつほんまに申し訳ないですこれこれででも、うん、これリアルですからほんまっすか、うん、ほんま第5弾気をつけてくださいね第5弾ほんまにあの軍団ある後輩マジで連れてきたわけです軍団ないやつやばいっすマジでこういうことになりますから
2回連続が見てれない。いやいや、こんなことになるやつおらんから。いや、でも、ほんまにいろいろ話聞けてる、うん、な。いや、こちら側としてはありがたいですけど、なんか、はい。